意外とこれも知らへん人が多いみたいで、絶対に言わん方がいいです。はい、こんにちは、朝日です。今日はアメリカ入国拒否になった時の話をします。これだいぶ今更なんよ。今から2年以上前、そんな話をね、今更すんのもどうかなってずっと思いながら、もう結局2年経ってしまったんやけど、いや、これが今でも月1か2ぐらい、俺も私も入国拒否になったんですけど大丈夫ですかねみたいな相談の DM をもらうんよ。だから大丈夫ですよっていうのも伝えたくて、2年越しにはなりましたが、今日こんな話をしていきます。でもそんなことに俺はならへんでって思ってるそこのあなた、これが結構やばいかもしれません。旅行に行くときって楽しみやん。飛行機の時間も長いし、そんだけすげえワクワクした気持ちを、着いた空港で玉砕されてしまうってめちゃくちゃ残念やから、まあ私には関係ないって思ってるかもしれんけど、ちょっと参考にでもこれは聞いといてください。ちょっと海外まだ行ったことないっていう人のために話しとくと、飛行機にしろ、まあフェリーにしろ、日本は陸続きないからあれやけど、電車とか陸路にしろ、国境を越えるとまずイミグレーションって呼ばれる入国審査があるんよ。その入国審査、イミグレーションってところで聞かれるとしたら、何のために来たんっていう目的で、2つ目あるとしたら何日間滞在するか、それが1週間なら1週間でいいんやけど、帰りのチケットは持ってんのかみたいなのを聞いてくる人もおる。でね、3つ目、そこまで行く国ってちょっと厳しめなんやけど、どこに滞在するかっていうところかな。そう、まあ大体その質問されるとしたらそういう内容、まあほとんど目的ぐらいで終わんねんけど、まあそんな質問されます。で、入国拒否になった原因、今振り返ってざっくりまとめると5つです。ノープラン、ノーマネー、ノージョブ、ノーグッドスピーキング、ノーブックホステルっていう、この5つが当てはまるようなアホはまあほぼいないと思うんやけど、でも例えば日本で会社員してる、有給取りました、1週間アメリカに行きたいで、旅行計画して、偶然アメリカに住んでるアメリカ人なり日本人なり知り合いがいるから、その人の家に滞在させてもらおうっていうパターンは結構あると思うよ。アメリカに何回か行ってる人とか特にそういうのあると思うし、でね、あなたも入国拒否になったんって思うような相談者ってそういう人が多くて、滞在先を友達の住所を書いたがゆえに、その友達とはどういう関係やねんとか、その友達となんか企てて不法に働く気ちゃうんかとか、それがその友達と一緒に現地でなんかイベントをしようとか、そういう企画でも正直不法に働いてるっていう風に決めつけられてしまったりするし、アメリカでレコーディングするとかダンスのショーに出るとか、そういうのも不法に労働してるとみなされがちやから、とにかく、ね、友達の家に泊まるっていうのはかなり質問攻めの対象です。で、まず中国の航空会社でアメリカに行こうと思ってて、関西国際空港から北京に行って、でそっから直行便でロサンゼルスっていうルートやって、トータルで17時間ぐらいかかったかな。まあそんなルートでアメリカに着いてロサンゼルス空港入りました。飛行機降りたら、預けてる荷物とかを受け取る前にまず入国審査があるんだけど、英語がほんまに下手くそすぎて、正直もうイエスかノーしか言えへんぐらいほんまにひどかった。でそんな状態でツアーに入ってるわけでもなく、一人旅でアメリカに行って、入国審査官にいろいろ聞かれて、何しに来たんよって言われたら、観光しに来た。でその次にいつ帰んねんって聞かれて、3ヶ月後に帰るって言って、チケット持ってんのか、あ持ってるよってメール見せて、で3ヶ月間どこに滞在すんねんって聞かれて、いや友達の家に滞在するでって言って、そっからなんよ、ほんまにそっから職員の顔がこんな感じになって、
観光するにしても3ヶ月もいるか、どこ観光したいみたいな。でロサンゼルス見たいところパーって言って、で友達がラスベガスっていう、まあ割と近い町に住んでたから、そこに行ってラスベガスの友達ん家で過ごすかなみたいな適当な感じで言ってたんやけど、そのお金なんぼあんのってやっぱそうなるよね。その時財布に持ってたのは3万円なかったから、いや銀行口座に入ってるねんって言ったんよ。15万円、15万円は足らんやろ、少なすぎるやろっていうのがツッコミやった。そっからね、これマジなんやけど、その職員の人が、俺はあなたに対して働ける許可を出せるけど欲しいかって言ってきたんよ。で俺えってなって、あなたが働ける許可を出せるの、いやそれは予想外やな思って、もらえんにやったらもらっとこうかな、働くかどうか分からんけど、みたいなニュアンスを答えたかったんやけど、これよ、ここで英語ができひんから答えはイエスかノーしかないよ。でイエスって言ってしまった。実際はイミグレーションの職員が働ける許可を出すことなんてできひんけど、そこでイエスって言ってしまってるから、職員からしたら、あ、こいつアメリカで不法に働く気があるやつや、こいつはきっと入国してから怪しい連中とかの誘いに対していい仕事あんねんって言われたら乗るやつやなっていう疑惑をもうそこでかけられてるし、その誘導尋問でそういうやつやっていう風に確定されてしまって、そこから別室に連れて行かれて悲劇の始まりですよ。その入国審査の別室って、まず入ったらガラス越しに職員と喋るみたいな窓口が5つぐらいあった。で、あとその待合スペースみたいなのが5人ぐらいかけれる長い椅子が10ぐらいあったかな。その空間は病院の受付みたいな感じやねんけど、俺はその別室に連れて行かれる時に、あ、こっちで手続きして働ける許可を発行してくれんねやって思った。1時間ぐらいかな、その待合室で待った後に呼ばれて窓口に行ったら、最初に入国審査官がした質問、同じ質問されて、なんかおかしいな思ったよ。え、それ待って、さっきのあの人がここで働ける許可を出すでみたいな感じで言ってたと思うんやけどみたいな、それを伝えたら窓口の人もは?みたいな顔してて、こっちもえ?ってなるやん。ほんでもう話振り出しやけど、15万円とか少なすぎるやろ、その滞在先の友達とはゲイか付き合ってんのかみたいな、これマジやけどほんまそういう質問されて、いやいやいやなんでやねみたいな、でそんな感じでちょっともう一回待っとけみたいな、その待合室でまた1時間ぐらい待ってたら、次はその別室のさらに別室に連れて行かれたのよ。奥にドアがあって、その中入ると職員のタイムカードとかロッカーとかあるような感じの雰囲気で、ここが局長の部屋やなみたいなのもあった。でなんか何個か部屋があって、えらい無機質やし取り調べ室っぽい感じ、そういう別室2みたいなところに連れてかれて、そこにあるカップヌードルと水好きなように食べていいからとか言ってたよ。もうその辺から、あ、これおかしい、完全におかしい、なんかはめられてるっていうか、もうなんか犯罪者扱いやし、これこのままえらいことになるんちゃうかっていうのはもう予想してたけど、そこに入ってきてる以上どうすることもできん。スマホも没収されてて、荷物もさ、まだ預け荷物を受け取る前やから何も持ってないし、テレビも英語やし何言ってるかわからんし、もうやることないし寝るしかないわ思って寝たよ。でまた1時間ぐらいしてから呼び出しされて、さっき廊下のところで見た取り調べ室みたいなところに入って、取り調べでまた同じ話されて、何のためにアメリカ来たんや、そいつとはゲイか、いやまたかい、引き継ぎしてくれよって思ったんやけど、英語全然できひんけど自分の意見を一生懸命伝えて、それでも全然向こうに伝わらんくて、もう一回待っとけみたいな感じで待ったされて、最後、これが次最後呼び出されたら、そのさっき言った局長室みたいなところに入って、入国審査
局の局長みたいな人と面談みたいなしたんよ。ここでやっと電話通訳が入って、よっしゃやっとここで細かい説明とか英語でうまいこと言われへんかったところが伝えれるって思って、通訳の人に一生懸命それを伝えてったら、なんかその局長が、ここまで来たあなたを入国許可することはできません。はぁ、最後の最後やっと通訳ついた。この通訳は調書をしっかり書くためやったんやって思って、なんとかなりませんかって、ほんまその時も食い下がってた。ほんならとりあえず今回は一回日本に帰って、次アメリカに来たかったら観光ビザなりそういうものを受け取っておいでって言ったよ。なんかほんまクラブに行って身分証を忘れて友達先入ってる、友達入ってるから忘れたけどもう入れてやみたいな食い下がった時に、いや身分証なかったら入れられへんから一回取り替えてまた来てみたいな、ほんまにそんなノリで言われた。そんな感覚で海外行けるわけないし、でももう食い下がってもそこから全く覆らん感じで、結局そのままずっと調書みたいなやつ完成させて、で最後に自分のパスポートにこれです拒否しましたっていうハンコとサイン、こんなんをされて、じゃあ手続きはこれで以上やから、あとは強制送還の飛行機を手配するからもう一回待っててって言われて、まあそんな風に俺みたいな準備不足で行く人ってまあおらんと思うんやけど、普通にアメリカに旅行行って帰らされましたっていう DM をもらうと、入国拒否した人数っていうのをノルマみたいなのあるんちゃうかなっていうのも思ってしまうぐらい、次はあなたかもしれない話です。で次呼ばれたら、あの刑務所に入る前に写真撮られるみたいな、何センチ何センチって刻まれてる壁みたいなやつ、あそこに立ってって言われて、で写真撮られて、で次ここに指置けって言われて、全部指紋撮られて、で次は服全部脱げって言われてびっくりやわ。で壁に手つけって言って、なんかほんまこういう状態、ハライチでこういう状態になって、後ろから職員がこう足をねこういう感じでチェックしていくん。体になんか埋め込んでるやつとか、その埋め込んだ中に麻薬とかドラッグを運ぼうとするやつもおるらしくて、体全部チェックされて、それが終わったらまた1時間ぐらい待たされて、その日の最終便、お前深夜に出発のまた一緒のルート、ロサンゼルスから北京、北京から関空っていうルートで17時間ぐらいかけて帰らされるというね、まあ、これは強制送還になったから分かったんやけど、飛行機会社が乗せた乗客、その人が運ばれた国で入国拒否になったら、全く同じ会社が同じルートで出発した国まで送り返さなあかんっていう義務がついてるみたい。まあそんな感じだったわけですよ。強制送還されて関空に帰らされたあの日はほんまにめちゃくちゃへこんでたし、アメリカを3ヶ月間放浪して旅してくるわ言うたから、選別もらったり送別会してもらったり、すげえいろんな人に見送られて頑張ってこいよみたいなことをめっちゃ言われたのに、3日後に日本帰ってきてるやんみたいな状況で、そのショックのまますげえいろいろネットで調べて、入国拒否になった人に向けてビザ取得をサポートする弁護士事務所みたいなのもあって、そこに電話かけて、どういうサービスの流れですかって聞いたら、まあ、うんぬんかんぬん言ってはって、結局その弁護士費用で30万くらいかかるみたいなこと言ってて、でもサポートやから確実にビザが取れる保証はありませんみたいな。そのビザ申請落とされたらもうほぼアメリカに入れへんくなるからね。そんな話も聞いたから、申請手続きもしてへんし、まあ別にそのアメリカに行きたい理由はなんとなくっていうのをそこで自分も気づいて、でそこからもうめっちゃ切り替え早かった。英語が通じる国でアメリカぐらいの大きさの国に行きたかったから、もうそしたらカナダかオーストラリアしかない。でも
カナダはアメリカと近いし情報共有とかしてるかもしれんし、それ行ってまた帰らされたらシャレにならんなっていうのもあって、ほんならオーストラリア行こうっていうのが、あのオーストラリア一周0円一人旅の始まりです。はい、そんな感じでデカデカとこんなん書いてあるけど、そっから結局15カ国以上入国して旅してきて、アメリカだけが世界じゃないし、海外いろんなところがあって、いろんな国がほんまに面白いなって感じてるし、入国拒否歴があることも俺一回も隠してないし、ちゃんとそれでもビザ取れるしね、怪しまれたこともないし全然問題ないやっていうのと、この動画を見た人が仮に入国拒否になったばっかりの人やったとしたら全然大丈夫やから元気出してほしいなと思います。それとそんな話俺には関係ないと思ってるあなたも、油断してたら入国拒否になります。もしアメリカに彼氏彼女がいるっていう人、その彼氏彼女に会いに来たっていうのは絶対に言わん方がいい目的です。意外とこれも知らへん人が多いみたい。あんまりね、どこの国もそれによって移民が増えるっていうのを良しと思ってない時代やから、仮に彼氏彼女に会いに来たってなっても物は言いようで上手に言ってください。ということで長々とした話になってしまいましたが、動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram のフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。